うん、これといって急務もない。マスター、何か話でもしないか。まだあの話が気になると？まあ言ったな。あれはただのヨタ話だったのだが、正義の体現者では気は済まないか。的を射た。実にいい言葉なんだが。好きな性格だよ、うちのマスターは。だが体を休めるにはちょうどいい。以前の私なら憎むだけの話だが、自分でも笑ってしまうのだが、信じがたいことに今の私はあれはあれで悪くない人生だったと思えている。君の影響だろう。たまには底抜けのバカ者になるのもいい。ということか。そうだな。あれこれ悩むのはここまでにしておこう。と言っても単純な話なんだがね、サバイバーズギルトという言葉を知っているか。かつての私はその権化だった。かつての私は大きな災害に遭い、そこで唯一生き延びたらしい。災害のただ中で私が思ったことは償いだ。自分だけが生き残れた。自分だけが生き残ってしまった。だから自分の命はもう自分だけのものではない。死んでいった人たちの代わりにこの悲劇を二度と起こさない、そう心に誓ったらしい。そうでもしなければ自我を保っていられなかったのだろうな。おそらくその時に私は名前を失った。自分のためではなく犠牲になった人々のために生きると誓った時点で私は人間ではなくなったのだろう。多くの人間を助ける、正義の味方になる、そんな自分勝手な勘違いを持ったまま私は成長した。そう困った顔をするな。幼年期のトラウマだからな。子供らしいという指摘は勘弁してくれ。だが苔の一念というやつでね、ただの絵空ごとに過ぎなかった子供の夢は叶ってしまった。幼年期から青年期を経て
その男は気がつけばこの形になっていた。力ある者が私欲によって私欲を満たすのなら、人々の代わりにこれを打つ。罪を犯す者がさらに罪を犯すのなら、犠牲者を出す前にこれを打つ。私は武器を作ることに特化したウィザードだった。人々に悪と認識された者と戦うにはそれなりに適していた。そして正義の味方になるのはそう難しいことじゃない。私欲を殺し理想に徹すれば、人間は簡単に正義の体現者になれる。そうかもしれないけれど、彼は気にしなかった。人々のためになるという使命感に陶酔していたからね。ボランティア、レジスタンス、彼は正しい計りのもと多くの命を救ったらしい。所詮は個人的な闘争に過ぎないが、人々の噂になるぐらいには活躍した義賊だったのかもな。まあ実際は傭兵のようなものだったが、それでも一人きりだったのは数年だけだ。これでも友人はいた。何年かした後、理想に賛同してくれる友人を得たんだ。以後マネージメントは彼に任せた。楽しかったというのは睾丸にも程があるがね。客観的に見れば彼はただの犯罪者だ。正義の味方であっても英雄じゃない。100人を助けるために10人を見捨てるような理想が、食うに困り家族のために窃盗を行うしかなかった集団を一方的に殺すことが、あるいはこれはどうだ、旅客機の中で危険なウイルスが蔓延し1分単位で乗客たちが死んでいく状況があったとする。その状況でそれでも乗客たちは死力を尽くして空港を目指した。互いを罵り合いながらも最後には手を取り合い、たとえ自分は死んでも誰か一人でも助かるのならと助け合った人々だが、彼らが地上に降りればウイルスの感染は本格化する。乗客500人の命と地上の都市30万の命、どちらも罪のない人々だ。違いはただ多いか少ないかだけ。むしろ旅客機の中の人々こそ最大の被害者だ。地獄の中でなお生き残ろうと互いを励まし合い助け合った、その最後まで人間としての誇りを捨てなかった人々。彼地上に降りれば、空港に不時着できれば誰かが生きて帰れる。そんな小さな願い事目図にした。それが彼の理想だった。より多くの人々を助けるという
偏る。いや、悪だ。どのような理由であれ、利益のために人を殺すのは悪だ。彼は多くの人々の命を守る利益のために引き金を引いた。己を殺した男の末路だ。当然の帰結として正義の味方は独善を執行する装置になった。人間性を失った正義感など犯罪者と大差はない。いや、むしろ私の誤算だったのだろうな。
そういうことだ。あの時の彼も、今の私も、友人を憎むことは一度もなかったよ。残念に思ったのは、一つだけだ。自分が死ぬ時は、正しい憎しみのもとに倒されるのだと信じていたが。すまない、湿っぽくなってしまったな。理想に準じるだけでは人は救えないというサンプルケースとして聞き流してくれ。かつての私と今の私は別のものだ。あまり同一視されても困るし、君も息苦しかろう。そうだな、確かにそこまで行儀のいい男じゃない。その通りだ。仮に息苦しいとしたら、それはまた別の理由だろう。今さら改まって言うのもなんだが、そのほら、相方にすると色々と小言が多いからね。俺はさて、英霊としてどうかはさておき、サーヴァントとしては幸福な部類だろう。私は実についている。この戦いは私にも大きな意義があった。未熟っぷりに頭を悩ます時もあったがね。君は総じていいマスターだったと思う。嫌味なものか。最強の魔術師も最高の魔術師も私にはどうでもいいことだ。能力の高さ、魔術師としての才能はいくらでも補える。だが心の在り方だけは私たちでは補えない。たとえ最弱であろうと、その心が人間的に正しいマスターと出会えたことは苦労は人一倍だがね。特別手当でももらわないと割が合わない。ではそろそろ戦いに向かうとしよう。昔話はここまでだ。君には君だけの未来の仕事が待っている。
Thank you.